いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2016年モデル BMW640i M スポーツを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントバンパーに下すり、ボンネットに飛び石がございます。それ以外に大きな傷やへこみはございません。外装色はカーボンブラック、インテリアはブラウンレザーが採用されております。数多くの専用装備が施され、バッチリと決まった1台になっております。またこちらの車はローダウン仕様となっておりますので、見た目がさらにスポーティーなお車となっております。ヘッドライトは LED ヘッドライトを装備しており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては、3リッター直列6気筒ターボチャージャーを搭載しており、最高出力は320馬力を誇ります。足元には20インチアルミホイールが装備されており、非常に迫力のある足回りとなっております。またタイヤの山に関しましては、前が6部山、後ろが4部山程度となっております。続きましてトランクスペースの紹介です。トランクは電動での開閉となります。トランクスペースは広々としており、さまざまな荷物に対応することが可能です。続きましてインテリアの紹介です。インテリアはブラウンレザーが採用されております。運転席助手席ともに良好なコンディションを保っております。ステアリングは3本スポークのマルチファンクションステアリングです。ステアリングにはパドルシフトが装備されており、自由自在に変速を楽しむことが可能です。またクルーズコントロールが装備されていますので、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては、純正 HDD ナビゲーションが装備されており、地デジの視聴も可能となっております。またバックギア入れていただきますと、バックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては、8速のオートマチックシフトが採用されており、滑らかな加速が魅力の1台です。また気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2016年モデル BMW640i M スポーツを紹介させていただきました。オプションの20インチアルミホイールとローダウン仕様にしておりますので、見た目も非常にかっこいい1台となっております。走行距離に関しましても非常に低走行のお車です。車両の状態も良く、安心してお乗りいただけるかと思います。この機会にぜひご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。